皆さんこんにちは、トロピー大塚と申します。今回はトレーディングカードゲームの中でも最も長い歴史を持つマジック・ザ・ギャザリングの高額カードトップ10を紹介したいと思います。なお、一般に販売されていないプロモーションカードやエラーカードは含みません。また価格は2019年6月時点のものになります。それでは早速10位からいってみましょう。マジック・ザ・ギャザリングは1993年に発売された世界初のトレーディングカードゲーム。今では70カ国以上で遊ばれていて、1万7000種類を超えるカードが存在します。そんなマジック・ザ・ギャザリングにはカードの強力さと流通量の少なさから高額で取引されるカードが何枚も存在します。第10位は渋さんのドラゴン。もちろん再録されたバージョンがあって、こちらはとても安く販売されているカードなのですが、マジックの最初のセットアルファ版での最高額での値段がこちら60万円になります。マジック最古の巨大なドラゴンといった趣で、初期のイメージでは一番の人気カードといってもいいかもしれませんね。残念ながら時代は移り変わり、今は最強カードではないかもしれないんですけれども、遊戯王でいうところのブルーアイズホワイトドラゴンの位置にある最強であるべきクリーチャーの一つです。その後何度も再録されていますが、やはり最初期の渋さんのドラゴンはとても人気があるみたいですね。ちなみにここから上のランキングで全てのコンバットで4枚使えるのはこのカードだけです。第9位はトロピカルアイランドです。このカードはデュアルランドと言われる何のデメリットもなく2種類のマナを出せる土地カードの中でも最強の1枚です。マジック・ザ・ギャザリングにはマナと呼ばれるコストを払って唱える呪文と、そのマナを生み出す土地の2種類のカードが大まかに存在します。2種類のマナを自由に選ぶことができるこのカードが1枚あれば、青と緑のカードが唱えられることになります。最も高いアルファ版になるとこのカード1枚で65万円。マジックのカード1枚が 2g 程度なので、既にグラム当たりの金額ではプラチナを超える価値を持っています。ここまで高くなっているのは単純な希少性や強さだけではありません。マジック・ザ・ギャザリングには再録禁止カードリストというものがありまして、プレイヤーのカード資産を守るために発行元のウィザード社が二度と同じものを再録しないと取り決めたカードになります。それが故にこれから先このカードの価値が下がることはほぼないでしょう。コレクターの中には車を買うよりずっといいと考えている人も多いと思いますよ。8位はドイツ、ツンドラ並びにカオスオーブです。先ほどと同じくデュアルランド、白と青のツンドラ、プレイヤー価格70万円となります。そしてもう1枚はカオスオーブ。このカオスオーブというカード、カードゲームにあるまじき効果を持っています。なんと1フィート上、だいたい30センチぐらいからこのカードを落として、それが触れたカード全てを破壊するというまさかの物理攻撃。このカードを落とすときに、できるだけたくさんのカードを破壊できるようにちぎったとかちぎってないとか、いろんな逸話があります。マジックにおける表現の自由を押し広げた1枚と言えますね。続きまして第7位。第7位はボルカニックアイランド、そしてタイムツイスターです。出ました、パワーナイン。パワーナインとはマジックの中で最も強いとされた9枚のカードです。強すぎるがゆえに多くのフォーマットで禁止されています。その中でもタイムツイスターはパワーナインの中では最弱とされる1枚なのですが、9枚の中でこれだけが統率者戦という多人数で遊ぶ特殊なルールでも使えることができます。お互いの手札と墓地をデッキに戻し7枚になるまで引くという超豪快なカード。このカード100万円となります。ボルカニックアイランドは最初のセットのアルファ版ではなく2番目に出たベータ版からのランクインです。実はこのカード他のデュアルランドと一緒にアルファ版にも収録される予定だったのですが、何かの手違いで収録されずベータ版が初登場となりました。第6位はモックスパール、モックスエメラルド、モックスレディが同率でランクインです。このモックスシリーズはマナを1つ出せるゼロマナのアーティファクト、それぞれ白、赤、緑の色マナを出すことができます。通常マナを出すためには土地カードから出すしかないのですが、この土地カードは一旦に1枚しか置くことができません。しかしこのモックスは手札であれば何枚でも倍出しマナを生み出せるので、相手よりも早く大きなマナを使って強力なカードを唱えることができちゃうんです。何でも使えるヴィンテージの環境すらも定義付けているのがこのモックスシリーズとも言えますね。第5位はタイムウォーク、そしてアンダーグラウンドシーです。お値段なんと120万円。パワーナインを押しのけてデュアルランドがランクイン。アンダーグラウンドシーは青と黒のマナが出せるデュアルランドですが、マジックにおいて青と黒という色は他の色に比べて強力なカードが多く存在するため、そのマナを生み出す土地も人気というわけですね。
タイムオフはたった2マナで自分のターンをもう一度行うという脅威のカード。調整版の時間のねじれが5マナであることを考えるとどれだけぶっ壊れていたかが分かりますね。続いて4位はボックスジェット。お値段なんと140万円。黒のマナが出せるボックスは他よりも人気があり高くなっています。黒は相手の手札を破壊したりクリーチャーを破壊したりデッキからカードをサーチしたりと万能な色なので非常に強い。やっぱりマジックの花形といったら昔から青と黒なのかもしれません。さてベスト3の前に惜しくもランクインしなかった11位から20位のカードの紹介です。11位から20位はこちらになります。20位の精神を刻むものジース。こちらはマジック歴代でも最強のフレンドウォーカーカードとして有名です。19位のミシダズワークショップはアンショット専用ですがマナがこれ1枚で3マー出るというぶっ壊れ年になっています。また12位には無限ターンのコンボパスとして有名なタイムバルトがランクイン。他にも気になるカードがあったらぜひ調べてみてください。第3位はアンセストルリコール。お値段なんと150万円。1マナで3枚カードを引くという夢のようなインスタントカードです。ちなみにこのカードは1マナで3つ分の何かをする5ブームと呼ばれるカードの1枚で色ごとに様々な効果を発揮します。開発側もこのカードだけ強いと感じたのか他のカードは小物なのにこれだけレアルの収録です。当時はレアリティでバランス調整ができると思われていたんでしょうか。第2位はやっぱり青が一番人気、モックスサファイアです。お値段なんと160万円。他のモックスシリーズと比べても 1.5 倍以上の価格になっていますね。青を使うものならみんなが憧れるカードと言えるでしょう。マジックにおける青のカードは打ち消しやドローなど特に強く、どのフォーマットでもマジックの花形です。第1位はブラックロータスです。もしかしたらマジックを知らない方でも名前は聞いたことがあるかもしれません。マジック史上最強のカードと言われその価格は2位以降にトリプルスコアをつけて600万円以上実質時価の価格になってます。2019年3月にもアルファ版鑑定済みのニアミント1800万円の超高額で買い取りされました。まさに骨董品プレイアブルな絵画です。その効果は優雅でかつシンプル、ゼロマナで好きな色のマナを3マナ生み出すという効果です。もしかして1800万円でトレーディングカードを買うなんてバカらしいと思ってませんか。実はそんなことはないんです。もちろんこのカードたちも最初はこんな値段ではなかったのですが25年の間にたくさんの人がマジックの面白さに魅了されこれらのカードを欲しがる人が増えていきました。ブラックロータスはマジックが続く限り価値を膨らませていきますし美術品と同じくもしかしたら購入した時より高い値段で売れることもあるかもしれません。いかがでしたでしょうか。1枚のカードでここまで高額なものがあるなんて驚きですよね。もちろんここで紹介したようなカードがなければ大会で勝てないとか遊べないといったことではありません。現在の大会で適用されているルールではこれらのカードは使えずあくまでコレクション用として価値を持っているカードがほとんどです。もしこの動画でマジック・ザ・ギャザリングに興味を持っていただけたならハレリアチャンネルではマジックに関する動画をたくさん上げていますのでぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。